レッチャー、大谷への感謝。エンゼルスの大谷翔平は25日敵地ロッキーズ戦に2番 DH で先発出場し、7打数1安打1打点だった。この試合からメジャーに復帰した大谷の親友デビッド・フレッチャーにも本塁打が飛び出し、大谷に感謝の気持ちを語っている。ここに戻ってこれて本当に嬉しい。今シーズンは打撃フォームを崩してしまい、難しい時間を過ごすことになった。調子を戻しても、メジャーに上がれるチャンスがなくて苦しかったよ。でもその間も、翔平たちが励ましてくれたんだ。ちょっと出遅れてしまったけど、チームの力になれるように頑張るよと語った。フレッチお帰り、長く辛い時間だったと思うけど、戻ってきてくれて嬉しいわ。大根切りは健在でわろた。この試合エンゼルス覚醒してて草、打てなかった大谷も嬉しいやろな。兜に合ってるやんフレッチャー。フレッチャーの帰還は、チームのことを前向きに考えられる、いい材料だな。おととし、フレッチャーがよく打ってた時は、極端なダウンスイングで、ゴロや内野を越すライナーで、ヒットを稼いでたな。今日はそんな感じだったし、これを続けてくれ。ショートの守備は相変わらず硬いし、安心して見られるな。プレイオフの厳しい戦いを知っている、ムスカタス、エスコバー、マーフィーも含めてきっと、下位打線を活気づけてくれるはず。塁が埋まってると、大谷もより気合が入るはず。みんなの活躍期待してるわ。皮肉なことだけど、ネトやアーシェラが怪我で離脱した、おかげでフレッチャーも復帰できたか。守備はともかく、フレッチャーの課題はとにかく、後ろへ繋げる、打撃とどういう形でも、出塁するという、役割を果たしてくれよ。最初の起爆剤になったのは、フレッチの先制タイムリーだと思うし、やっぱりフレッチの存在は、エンゼルスに欠かせないな。フレッチャー、みんな活躍して、Y の影が薄れたやん。このチャンネルでは、大谷選手の動画を、中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。